どうも見取り図です。もうお気づきの通り、はい、ご覧の通りセレッソ大阪のユニフォーム、はい、そしてこの会場ということは、今回は淀川さくらスタジアムでセレッソ大阪さんとのコラボ企画です。やったー。いや最高やな、このスタジアム。それこそさ、少年たちの憧れやろ。いやそりゃそうよ、もうこのセレッソね、入りたいスタジアム。ちなみに私このここ、うん、高校の時の運動会の会場でも、なんでやねん、俺ボケてへんボケてへんか、ほんまやねん、あ、そうだ、ほんまにそうやねん、すげえな、帰ってきたわ、ホームに2回目で、はいはい、すごい人来てもらって、はい、マジでこちらのお二人です、どうぞー。こんにちは。すごいこんにちは。よろしくお願いします。社長、いやいや、お願いします。よろしくお願いします。森島社長と酒元アンバサダーです。よろしくお願いします。森さんと鮭さんですよ。鮭さん、いやいや、ありがとうございます。感謝言わな、森さん。はい、はい、日韓ワールドカップの時ゴールありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。何戦でしたか。助かりました。すみません、今何戦でしたっけ。なんかシュートダイレクトで決めたの。そうです、あれましたね。あれシーンは覚えてるんですけど、何戦かちょっと忘れた。チュニジア戦。あ、チュニジアだ。そう、森さん、チュニジア。チュニジアだ。チュニジアです。どうでした、あの時。いや、そりゃ興奮します。これ長いですね。もう一個。そうですよね。あ、そっか。そして鮭さん、はい、よろしくお願いします。いつもお世話になってます。鮭さん、はい、言われてます。酒元さんが同級生、はい、だからもう完全にリリー世代です。ちょ、なんでお前が代表やから今回やる企画が、うん、森氏 VS 森氏炎の三番勝負。森氏対決。よし、すごいよこれ。それ貴重ですよ。森島さん、僕も、はい、一部では森氏って言われてまして、森山慎太郎で森氏って言われてまして、ずっと意識はしてました。とうとうやっと今日どっちが本間の森氏かを。もちろん世間の皆さんは森島さんが森氏なんですけど、はい、こっちも。いや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 、あの6月10日に、はい、あのホームゲームのハーフタイムですね、はい、ハーフタイムイベントで、見取り図さんのイベントを参加し、はい、いただく予定では、はい、あるんですけども、はい、ありがたいですよ、はい、ハーフタイム、皆さんがそのセレッソ大阪のハーフタイムイベントにふさわしいかどうか、はい、森氏率いる見取り図チームと、はいはい、森氏率いるセレッソチームで、あ、チームで対決、はい、ちょっと対決をさせていただきたいな。ちゃんとですね、はい、私たちにセレッソに勝ったら、はい、ちゃんと皆さんにご褒美の方もちゃんと用意しておりますので、本当ですか、はい、ほんま勝とう。これはでも、もうほんまに削ってでも社長を削るな。社長を削ってでも勝とう。本当サッカー愛をちょっと今日は、ね、はい、いやいや、サッカー愛あるんで、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、こちらゴール前ですが、最初はバー当て対決ね、ということで、はい、シャキさんちょっと説明いただいていいですか。はい、ペナルティエリアのラインから、90秒間で何回こうクロスバーに当てれるかと、はい、僕ら無理ですよ、そんなプロじゃないんで、素人なんで、ハンデじゃないですけど、はい、90秒間、森島社長1人対、90秒間見取り図の、なるほど、あ、2人で蹴ってもらって何球当たるかで、最後にいけるか、いけるいけるいけるか、はい、だって倍の数は蹴れる、倍のスピードでいけるから、そうですね、はい、チャンスは多いかなと。1人、社長1人、はい、もしもそう、全然大丈夫です。ちょっと前目から蹴らしてもらって、いやいや、ラインそこは一緒ですよ、ラインは一緒です。同じライン。え、ちなみに普段サッカーしてるんですか。ボール蹴ったり、1月に1回は動いてます。あ、1月に1回か、はい、毎回肉離れ。これいけるぞ。いや、今日ちょっと不安なんです。毎月じゃあ肉離れの日があるんです。それじゃあ、はい、はい、始めます。さあ、これなかなかよ、90秒僕らもうポンポン蹴っていけるから。じゃあ、よーい、スタート。おっと、あ、惜しい。あーあーあーあ、うっそ、うっそ、ちょっとなんかリリーさんの目がちょっと本気になりすぎてる。そう、よしよし、やばいやばいやばい、わあ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 、ちょっと焦りが、わあ、よしよし、やばいやばい、ちょっと待って、この目当たりすぎじゃない、これは、やばいやばい、わお、あー、来た、よしよしよし、やばい、わー、ちょっと、やばいやばいやばい、ちょっと、これはちょっと、もうちょっとなんか本気、もうリリーさん全然もうあれですね、やばい、もう
ちょっと疲れてきたから。うわっ、あっちゃ、うわっ、惜しい、危ない、残り30秒、30秒信号、うわっ、あっちゃ、信号、ちょっと疲れてきたか、上がらへん。やっぱ森さんがあれですね、待てろ、待てろ、集中でやってよ、いや、集中でやってよ、10秒前、そういうのがいいな。うわ危ない。5、ラストか、4、3、2、1、0。振動。振動。これすごいわ。でもいったんじゃん。結果、はい、6本です。いや、これどうなの。いいと思います。はい、いいですか。すごいと思います。まあこの勝負もう勝利です。いや、やってくださいよ。やってください。こんなきつくなるのよ。選手は。死ぬすぎてボールセットしてくれる人もうやめてくれって思います。セットせんといてくれって。絶対90秒バーってよりチュニジア戦でゴールの方が難しいです、はい。まあ、ただあれ思い切り蹴ったら入ったんですね。これは狙ってくださいよ。でも私のプレースタイルを皆さんあんまご存知じゃないと思うんですよね。知ってますよ、はい。これキックするのより私はプレースタイルフリーランニングですから。ボールはあんま触らないんですよ。まあまあ、そうかもしれないですけど、いけます。9分でね、今日、はい、それじゃあ始めます。よーい、スタート。やばいやばい、あれ全然当たらない。いやでもめっちゃ惜しいです。いや惜しい、届いてないもん。惜しい、さすが。おお、すげえ。2、え、あ、ちょっと感覚差だ。社長が、あ、社長が、お、うわ、すげえ、すごいわ、さすが、もうすごい、うわ、うそ、さすが、え、もう負けたんじゃう。やばいやばいやばい、あと1で同点。え、左のですか。無理だった。やばい、いや、これは上がってきた、社長が息上がってきました。やばい、あー、危ねえ、届かない。やばい、ちょっと体力だ。残り30秒、そんなある。うわうわ、惜しい、すごい、でもすごい、左も行く、上がれない。社長、10秒前、10秒、ヘロヘロ、5、4、3、2、あと1球が、1、ラスト、ブザービート、うわー、終了。いや、一人ですごいです、さすが。20本ぐらいいったんじゃない。6本です。おお、はや、どうだね、これ、挑戦だ。すげえ。いやでも一人ですごいです。いいよ。すごい。いやこれね、あの人の見てボール上がらないのが自分が蹴って分かりました。だんだん上がらなくなりますよね。たまに格好つけて左のゴロ。何なんですか左のゴロ。ちょっと蹴れるそういうところ見せようと思ったんですけど。とりあえず山本勝負の一番目は。引き分け、はい、引き分けです。引き分け、いや、でも何で、もう引き分けないので、引き分け、引き分け、やっぱね、雰囲気がいいですよね。いやいや、今スタジアムいいんですよ。だからスタジアムの雰囲気の良さはもう大丈夫なんで。続いてはアイコン対決、はい、ということなんですけど、ちょっとご説明いただいていいですか。これね、初めて見た、これね、キッズパークサポーテッドバイヤンマーのアイコンっていう名前なんですけども、はい、バルセロナとかでも練習でこう使用しているような、はい、ものでして、はい、側面、はい、青に光るので、はいはい、そこに当ててもらうっていう、その青に当てると3点入ります、はいはいはい、で間違って赤に当てちゃうとマイナス1点です。あ、なるほど。黄色はあの1点です。黄色が1点、青が3点、はい、青が3点、赤がマイナス1、マイナス1です。わかりました。それを40秒間やってもらう、はい、わかりました。でちなみに僕もこれやったことあります、はい、お、シャーケさんその時、はい、だいたいまず記録って平均がね、平均どう、そうです、ちょっと選手と対決というか選手と、一緒にやったんですけど、はい、あれ、シャーケさん1位じゃないですか。そうですね、今のところチーム
ない得点王ということで74点、はい、あの香川さんが50、はい、あの世界の香川にも、うん、この対決はじゃあ僕らのお相手はどなたですか、はい、社長働くね。社長ってこんなフルカフェですね。肉体労働。いやもうあのちょっと怯えてきましたよ、ね。こうなってきた。え、森さんはちなみに経験されたことは、実はあるんですよ、ね。え、あ、はい、その時はちょっとだけあるんですけど、あの60点いかなかったです。いやでもすごいです。はい、50香川さん超えです。だから今74点のすごさめっちゃ分かってます。じゃあ最初は僕からいきます。はい。覚えとこう。よーい、スタート。大丈夫ね。60点以上いったら3本目もうやらずに勝つ。
やらそうしましょうか、優しい、疲れてちょっと一回じゃあ、はい、これがリリー、ここでもう3番勝負せず勝ち切る頼むね、松川だから、あの赤一回当てちゃったらアウトにしましょう、気にしすぎる、はい、じゃあ松川のチャレンジ、エキシビジョンお願いします。緑で大事だろ、いいぞ、いい、軽やかやな、軽やか、軽やか、いいよ、いいよ、ラッキースポット、あるラッキースポット、うわー、ラッキースポット、うわー、ラッキースポット、え、それ、え、ラッキースポット、いけ、あ、あ、あ、後半疲れるよ、後半疲れるよ、あ、結構赤打ってしまってる、マリーじゃないぞ、厳しすぎる、ああ、泣きそう、泣きそう、よしよし、OK、大丈夫、あー、そう、あれちょっとデリーに52、ちょっとだけデリーに勝って60いきますよ、はい、なので3番勝負が始まる、だからこれ難しさ伝わりました、伝わりましたね、ということで最後は条件付き PK 対決ということで、シャケさん、これは、はい、6月10日、はい、見取り図さんが、はい、ハーフタイムイベントで、はい、PK 対決をしてもらうんですけども、はい、その前哨戦、はい、ということで、条件をつけて、はい、PK 対決をしようかなというふうに思っております。ボックスの中から紙を引いてもらって、はいはい、紙に書かれたことにのっとって PK を蹴ってもらうと。なるほど、じゃあやったら条件変わるってことですね、はい、あ、そうです、はい、有利だったり不利だったり、なるほどね、すると思います、運の要素もあるんですね、運の要素もあります、はい、ボーリング玉とか出てこないですよ、ボーリング玉とか出てこないもしかしたら入ってるかもしれないですけど、まあまあ何かあっちゃうか分からないけど、中身が、はい、ちょっと分からないんで、はい、これはちなみにシャケさんですか、それとも基本的には申します、こんな働くやつそうですね、いやでも何でも勝負ですからまあ勝負ですからってだいぶ負けてるんですけど、ここは勝ちますよ、はいね、社長ってこんなに現場に来てくれはるで負けとる来てくれて負けとる、最後は倍返しですから、倍返し、なんかすごくもうやる前から余裕ありますね、引き分け以上が確定してる、じゃあ決めた方のチーム勝利します、なるほどね、最後3番でいきましょうか、いやいや、まず実力で、いいんですか、さん、はい、勝てますよ、勝てる、はい、チャンスもらってる、もらってます、もう、はい、どうします、もうこれ決めた方が勝利にしますか、頼みますか、そうやね、なんで一回なしにしたんで、じゃあ、見取り図チームからいきます、はい、します、条件これなんやろ、これめっちゃあるやんかぐるぐるバット10回してから、いやいや、これ方向感覚も、これ結構こんな入ってるやん、俺間違って南側蹴ってますでは50回10回です、50長すぎるでしょ、森島さん、これちょい優しいですね、では、はい、まず見取り図チーム1本目、はい、条件はぐるぐるバット10回、10回で、はい、お二人じゃあ数えてもらっていいですか、わかりました、はい、よし、1遅いな、2 9 10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 
入るわけない、うわっ、入るわけない、うわっ、入るわけない、うわっ、入った、入った、入った、ちょっと、入った、ちょっと、しんどい、やばいやばい、むしろめっちゃいい球やないですか、時間やばい、ぐるぐるした方がうまいやん、今まで見た PK で一番うまかったわ。ちょっと待って、ほんまに 10? 10、 10、 10、ほんまにあれ10でした、10、やば、なんで決めれたん、やっぱ、ね、むっちゃ淀子回ってる今、なんか アレックスみたいな気になってる。そうですね、前世紀のアレックスぐらい、俺毎回草サッカーの時ぐるぐるしようかな。はい、森島ですね。
蹴る場所を宣言して絶対取れるはい。だから右とか、だから右上、右下とか、右上とか右下とか、やった、ほらもらった。これはだから宣言して逆蹴ってもいいってことそれより入りやすいまずリリー宣言聞いてよ、はい、左社長から見てこっちに行くの左です。わかりました。そうそう、そうやってな、聞き返そうな社長ヘリクツ言いそうやからいいっすよ。え、俺どこに蹴るんですか。いや、左って言いましたよ左のどの辺ですか。そこまでですかもうよく言う神様コースで。神様コースもう角角、もう神様コース届いとるじゃないですかでそこに来るって言ってはるからオッケー。森島社長のチャレンジ、はい、お願いします。1本目いきます。社長うわっ、すごっ、すごっ今のは取れん。まあ今もうちょっと左狙ったんですけど、ね、いやいや、でもすご左でした。左でしたね。いや、はい、ゴラッソもゴラッソ、もうここ勝負ですよ。肉離れしてもいいそんなかけてくれてたの。いや、さすがでした。何が出るかね。いきます。じゃうわ最悪や、 50m 助走をつけて最悪や、もうヘッドヘッドなるって。俺 50m は50m どこら辺なんですか。ピッチで言うとこれちょうどアウェーのスタンドぐらいからスタンドまでそんなないいや、ちょうどセンターサークル、あのそのセンターラインぐらいからですね、はい、しんど、はい、じゃあリリーさん、センターサークルからヘトヘトなんで、センターサークルからぐるぐる10回回っていただいて。よし、なんで増やすのやめてください。2本目見取り図リリーチャレンジスタート。早い早い、来た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 、これあ、いけいけ、諦めるな、いけいけ、よし、うわっ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 、あかー、うまい、真ん中、よっしゃー、出てきた、真ん中、あのスピードがなんかドンとくるイメージあったもんね真ん中悔しいんですよ、最後キュッて緩めましたからね。でもやっぱりね、キーパーよく見て、やっぱこうサッカーやって、はい、最後まで見られた。駆け引きがやっぱりリリーさん上手かったです。ちょっと一回下げごとピッカーで出させてもらってもいいですか。おお、そうですね、ちょっと俺見たいっていうのもある、はい、そうですね、俺全力で引きますから、はい、それどうしようもないですよ。あのじゃあこれシャケさんの分、はい、シャケのやつ発表しましょう、はいはい、お願いします、はい、発表します、はい、キーパー2人。おお、だ俺ら見取り図でキーパー。なるほど。でもあの、佐藤本のシュートはすごいですよ。いや、もちろんそうなんですけど、スピードで、スピード半端じゃないですよ。じゃあこれでも確かにこれあんまり見たことないな、ね、こうやって見てパンティング。じゃあ2本目高校、はい、シャケさんのチャレンジ、はい、お願いします。お願いします。頼むよシャケちゃん。うなだれてる。何狙ったの。いや、ドーハの悲劇ぐらいうなだれてる。いやすいません、シャギちゃん、森田さん、すいません、シャギちゃん、はい、ダフりました。めっちゃいいグラウンドでダフるって。いやでも、うわ、かりやってもたわ。早かったです、足ちゃんと出してました。いや反応されましたもん。いや俺怪我したらどうしようってほんまに思ってたんですけど。僕のとこ来そうってなんか思って。いや真ん中の上狙ったんですよ。ダンス振りましたね。そうよね。全然違うんですよ。決めた。そうですね。はい。あのそうそう。サドンデスになる可能性もあります。どういうこと？バランスボールで。これは無理。ボールがバランスボール？よし。え？これ決めれるでしょ？これよし！あ、俺ら取る方か。取る方だ。まだチャンス来た。あれはチャンス来た。ちょっとこれ枠内いるかな。めっちゃ浮いてしまう。じゃあ3本目先行。これ決めたら見取り図チーム勝利。はい。どこを蹴ったらいい？答えはない。行きます。よし！はい。惜しかった。危なっ。重いのほか。死ぬほど重かった。
次後攻なので止めたら見取り図チーム勝ち。止めてくれ。今キーパー調子いい。じゃあもうビシッとここで決めましょうかね。はい、条件これ重要っすよ。いやそうっすよ。勝ちました。大丈夫、見せてください。目隠しをして。勝ちました。これはこれ逆に楽しみやな。こうしといたらこれ本当に見えてないです、はい、本当に OK。 止めれば勝ち、そう決めればサドンデルス。ではラスト、はい、森島社長のチャレンジお願いします。どうなんやろ。いいですか、はい、どうなる予定やったの。どうなったら今の成果だったの。おもろすぎる、おもろすぎる。ゆっくりパス、優しいパスが左サイドにこうパンっていったら結構反応できないから。あかん、おもろすぎる。おもろすぎた。しばらく気づいてないよね。入ったかどうか気づいてない。入ったかなみたいな。どうどう。3番勝負、はい、PK 対決も見取り図勝ちましたので、はい、今回の勝負は見取り図の勝利。やったー。ありがとうございます。いや最後もめちゃめちゃ面白かった。面白かったな。なんか一生もできなかった、ね、一生もできない。モリスさん、はい、僕らが勝ったご褒美、はい、ご褒美ですね。まあちょっとご褒美というかですね、はい、お願いになってしまうかもしれないんですけど、はい、まあ、6月10日の、はい、ホームゲームからですね、エスコート、レフリーエスコート、はいはい、っていうのがあって、こう選手とレフリーと一緒に出るのをぜひお二人にやっていきたいので、その後コインをこう見守るっていうのがあるんですよ。コイントスをね、それに出場していただいて、それも南大阪のカップルでぜひやってもらえたら嬉しいなと思います。南大阪のカスカップルで、はい、いやめっちゃ、いやいや、いいんですか。お願いどころかスーパーご褒美ですよそれ。いやいや、もうそれはね、はい、もう私たちもう普通に嬉しい、乾杯しました。もうむしろぜひ試合も盛り上げていただきたい。いやいやいや、嬉しい、めっちゃ嬉しいわ。これは光栄ですね。ハーフタイムイベントはカスカップルで、エスコートさせていただきますし、何よりハーフタイムイベントの PK、うん、その時のお相手は私、はい、酒元です。ありがとうございます。はい、酒元さん社長に隠れてますけど、はい、地味に恥ずかしいシュートでしょ。真ん中でやって、やばいです、ね、もうちょっと思い返したくない。これはだから続いてるということですね、勝負は。なるほどね、はい、だから、はい、その時は鮭さんもガチモードです。なるほど、ちょっとトレーニングして、はい、ということで6月10日に淀子桜スタジアムにて、うん、ヤンマーフットボールイズアワーエンジン、うん、サポーティングマッチ、セレッソ大阪対ヴィッセル神戸、はい、皆さん開催されます。そのハーフタイムイベント、先ほども、はい、言っていただきました、ハーフタイムイベントとレフリーエスコートで、うん、僕たち見取り、いやカスカップルが登場しますので、ぜひね、はい、スタジアム来てください。お願いします。本当に来てほしいよね。やっぱ生のサッカー違いますからね。いやマジで臨場感全然違うんで、うん、大阪の方はもちろんね、もし観光で大阪来られてる方も来てほしいし、うん、ね、チームサッカーの応援もそうですけど、何よりその実際お客さん入った時の僕らの PK のガチガチっぷりも見てほしい。絶対緊張してるんで、はい、さらにですね、皆さんナップサックプレゼントされるということなので、それはありがたい、はい、貴重ですよ。ぜひぜひね、遊びに来てください。淀子スタジアム、淀子桜スタジアムでお待ちしてます。いや、お二人ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。マジで見に来てほしい。お願いします。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。